ほいっすや、どうも皆さん、こんにちは、ゆっくです。今回はね、キャラバンストーリーズのパート3なんですけども、前回ね、ギルドを作ったんですけど、ゆっカンパニーっていうね、ブラック企業みたいな、そこにね、入ってくれた方々と、今回は、ギルドデュエルってのができるみたいなんで、早速やっていきたいと思います。対人戦らしいんだよね。撮影行けますかって先ほど掲示板に書いたんですけど、大丈夫ですって結構、何人かが言ってくれてるんで、この人たちとね、デュエルしていきたいと思います。すごい、ゆっ家族って名前でゲームプレイしてる。やばやばって嬉しいんだけどね。ありがとうございます。え、星を持ってんじゃん。この人すげえ。じゃあ早速ね、ギルドデュエル募集していきましょうか。募集する。さあ、来るかな？いやー、初試合。緊張するな。前回ね、NPC と戦ったから、今回、初めてのリアルタイムで戦うんですけども。いやー、緊張してきた。ロード完了。これでもね、ギルドマスターですよ。社長ですよ、社長。ゆっカンパニーの社長なんでね。まあ、負けるわけにはいかないと。絶対負けねえからな。よーし。いきます。もうルールはわかってるんですよ。このね、6って書いてあるんで、もうこいつ召喚できるんで、ここに、どっちから攻めようかな。左からでいいかな。左から、行け。待って待って、回復とか使ってる場合じゃなくない？待てよ。すぐに、6になった瞬間こいつを使おう。オッケーオッケー。いいぞいいぞ。倒せ倒せ。お、いいねいいねいいね。倒せ倒せ。よーしよし、オッケーオッケー。で、そいつ倒したら、奥のタワーを倒し、待って、右から来てる右から来てる右から来てるって、ちょっと待って。右から来てるから、主人公出します。あー、早く溜まって早く溜まって溜まってお願い。いや、壊されてる壊されて壊されて、待って、許さん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 、待って待って、こいつやばいやばいやばい、壊されてる壊されてる、急いで急いで、やってやって、よしよしよし、倒せ倒せ、いや、やばいやばいやばい、負けるな負けるな負けるな、オッケーオッケー、いいよいいよ、いや負けちゃダメ負けちゃダメ、頑張って頑張って、よしよし、とりあえずよし、リエナも召喚して、待って待って、これ強いぞこの右側の子、やばいやばいやばい、え、勝てるかこれ、待って、まずいまずいまずい、頑張って頑張って、お願いお願いお願い、やばいやばい、キャラバンまで、キャラバンまで攻撃当たってんじゃん、ダメ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 、ちょっと待って、お願いお願い、ちょっと待って、お願いします、ああやばい、キャラバン壊れる、キャラバン壊れる、待って、あー、もうくっそー、悔しい、負けた、いや強いな普通に、ちょっともう一回やろう、いや2試合目ですね、あ、待って待って、これ、ヤミさんじゃなかった、さっきのさ、星4持ってたの。絶対強いじゃん。いや、でももうね、さすがに2回連続で負けるような男ではないんでね。悪いけど。悪いけど、2回連続じゃ負けないよ。あ、待って、右から来てる、右から来てる。ちょっと待って、右をやるべきだよ。あ、待って、これでも、速度でさ、勝てるんじゃないか？ちょっと待って、マルバス、ちょっと。足止めできる、それ足止めしてね、頑張って足止めして、お、待って、え、キャラバン壊してね、え、壊せんじゃね、頑張って頑張って、急げ急げ、こっちもやばい、お前マルバス何やってんの、左じゃない、こう右側にいるの敵が、頑張って頑張って、もう頑張って壊して壊して、頑張って壊して、ちょ、待って違う、デーナこいつ倒して、デーナこいつ倒して、ナイスナイス、あ、猫が来た、猫に負けたの、ちょっと待って、猫強いぞ、あの猫やばい、やばいの来た、やばいの、これ星4じゃん、こいつじゃん星4、ちょっと待って、星4ダメだって、強すぎるじゃんそれ、絶対強いじゃん、ちょっと待って、レイナ頑張って、止めて、それぞ止めるんだちょっと、そいつ強い、星4キャラ強、何者だこれ、ちょっと強すぎるんですが、ちょっと、いや待って、めっちゃ強っ、シャー来た、ゆっ家族、もうね、名前ゆっ家族だからね、もうさすがに勝てると思う、もうだってもう俺お父さんみたいなもんだからね、よくわかんないけどやっていきましょう、とりあえず主人公出そうかな、主人公も結構座ってるんでね、あ、まずソフィア来た、え、ソフィア来た、やばい、右側からソフィア星3キャラだからね、絶対強いんだよね、どうしようかな、いやこれ急いで倒さないとやばいぞ、ソフィアとソフィアをぶつけよう、いやー、どっちのソフィアが強いか勝負だな、これ。よしよし、やれ、頑張れ、ソフィア。いい試合してる。で、左奥でね、戦ってるね。待って、あの敵キャラ強い、勝てるか、これ。レイナ頑張って、止めて、レイナ止めて、頑張って止めて。
え、止めれてない。ちょっと待って。止めれてない。え、なんで？なんでこんなみんな強いの？ちょ、みんな強すぎない？嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ？いや、マジ？いや、めちゃくちゃ強いじゃん、この人も。いや、もう、ちょっと待って、止めれるかな？もう間に合わないよね、多分。いや、ワンチャン間に合う、ワンチャン間に合う。頑張って、頑張って。ラットルも出すよ。頑張って。くー、やばいやばい、ダメージがやばい、ダメージがやばい。いや、無理か。いやー、ソフィア、無理だー。はー、強い。敗北。敗北。敗北。もうな、ぜ、みんな強すぎだろ。よし、こうなったらね、強いキャラクターを引いて、じゃもうリベンジしたい、もう俺は。とりあえずね、1万円分課金してきたので、40連引けんのかな？やっていきましょう。さあ、行くぜ。アニマ。よーし、アニマね。はい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 。あ、アニマありがとうございます。あ、なんだなんだなんだ、来た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 、お、金。金何が出る？んー、来ちゃった。来ちゃった。来ちゃった。これ負ける気がしない。ちょっとマジか。マジかマジか、ちょっと、なんかえ？キャラクターじゃんこれ。やば、来ちゃったちょっと楽しみすぎる。楽しみすぎるぞ、これは。この次が楽しみすぎる。いいね、いいね。僕はアルメイダル。お聞きの通り、銀融詩人さ。銀融詩人さ。銀融詩人か、いいね。モーガと申します。お、その注射器は刺されたやつ行くよね。やば、星5武器来ちゃった。ソフィアって今俺めっちゃ育ててるキャラクターなんだけど、いや、これ完全にリベンジできるでしょう。じゃあ、あとね、30連やっていきましょう。あー、なるほど、次10連いきましょう。じゃ、もう一回か、ラストかな。ラスト10連いきます。はい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 。お、マッチングしたチョコさんね、よろしくお願いします。さあ、どれぐらい強くなったのか、ソフィアとか引きたいな。あ、で、待って、来ました、星4キャラ。ロンバルドどれぐらい強いのか使っていきましょう。よし。お、向こうソフィア使ってきた。さあ、ロンバルドどれぐらい強いのか。さあ、頑張れ。おお、いいね、ダメージいい感じだよ。おお、スキル使った。いやー、結構敵も強いな。ソフィア強い感じだね。よし、レーナもちょっと召喚しつつ、いいね、やっぱ星4キャラ強いね。強いわ。その歩いてるのがまたかっこいい。で、ワンパンワンパンかよ。おうおうおお、いい、でもちょっと削られてるな。結構削られてきたけど大丈夫かな。アイリーンを右側に召喚します。よーし、あ、待って、これ勝てんじゃない。さあ、倒せ倒せ、いいぞいいぞ。あ、やばいやばい。おー、好き。うわー、待って、星4キャラで破れた。破れたりー。ちょっと待って、大丈夫かなこれ。いい勝負しそういい勝負しそうなんだが、ちょっと待てよ、これ大丈夫かな。とりあえず早く星、あ、でも右側いいね、いいね。おーおー、削れ削れ、頑張って削って、頑張って削って、よしよしよし、あともう少し、あともう少し、よーし、勝ったー、ついに勝利。もうね、ボコボコにされまくってたからね、嬉しいわ。やっと勝つことができました。はい、というわけでね、今回は3回目のキャラバンストーリーズだったんですけども、いや、もう本当にこのゲームね、第1回目から言ってるんだけど、グラフィックがめちゃめちゃ綺麗なのね。もう世界観とかね、ほんとやると引き込まれること間違いなしだと思います。通常のね、バトルシステムとかの方は、概要欄にパート1、パート2のね、リンクを貼っておくので、よかったらそちらをね、見てくれたらなと思います。まだね、ギルド、株式会社ユッカンパニー募集しているので、よかったらね、このゲーム初めて一緒にやりましょう。概要欄の方からね、キャラバンストーリーズの方はダウンロードできるようになってます。それではここまで動画を見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。また明日な。